この春閉校する日光市内の2つの小学校の児童に思い出を作ってもらおうと、東武鉄道が今日 SL の旅をプレゼントしました。 SL の旅に参加したのは清滝小学校と荒沢小学校の児童合わせて47人です。2つの小学校は少子化による児童の減少で今月で閉校することが決まっています。この催しは閉校の話を聞いた東武日光駅の八田貝淳駅長が児童の思い出作りを応援したいと企画したものです。旅は東武日光駅から鬼怒川温泉駅までの区間です。乗車する SL 大樹には輝け未来の文字とともに2つの小学校の校章をあしらった特製のヘッドマークが。児童が乗り込むと早速出発進行です。線路沿いには児童が乗ることを聞いた地域の人たちが手を振る姿も見られました。そして児童一人一人に駅員が手作りしたという SL の缶バッジや日光市内の棚田で生産されたお米のおにぎりがプレゼントされました。清滝小学校は1874年明治7年に前身の学校が開校し149年の歴史を紡いできました。荒沢小学校は戦後の児童の増加と古川電工日光事業所の発展に伴い1955年昭和30年に創立され68年の歴史を数えます。2つの小学校はこの春日光小に統合され新たな歴史を刻むことになりますが、児童たちは笑顔で先生や友達と過ごすとっておきの旅を楽しんでいました。 SL はすごく迫力があって僕も初めて見たのでとてもすごかったです。こういう旅どうですか？地元にこういうとこあるっていうのはとても素晴らしくて誇りだと思います。本当に今まで支えてくれてありがとうございましたと伝えたいです。とっても楽しかったしお弁当おいしかったです。6年間楽しかったし一生の思い出になると思います。あのおにぎりを美味しそうに頬張ってもう本当嬉しそうに乗ってる姿っていうのは、まあ、今回本当にやってよかったなって思います。ぜひとも将来は私どものように東武鉄道の駅員さんになりたい、そんな夢を持っていただければ嬉しいなって思います。 SL 楽しかったです。はい、子どもたちにとってはかけがえのない思い出になりましたよね。そうですね。ちなみに引っ張った SL ですけれども、うん、1941年製造ですから今年で83歳、はい、ね、あの歴史ある両校の皆さんに SL も頑張れよとメールを送ったことになりますね。はい、次も子どもたちの話題ですね。南米の伝統的な民族楽器の演奏を授業で学んでいる那須塩原市の義務教育学校の児童が来週末に東京で行われます演奏会に参加することになり、今日学校で一緒に出演する演奏家らと最後の合同練習を行いました。練習会が行われたのは塩原小中学校です。この学校では4年前から3年生から6年生を対象に那須塩原市在住の南米民族楽器の演奏家高山直俊さんによる授業が行われていて、今年度は18人が伝統的な縦笛のケーナの演奏を学んでいます。それが縁で今月16日に東京で行われる南米の民族音楽フォルクローレのコンサートに出演することになり、去年9月から本格的な練習に励んできました。今年1月からは一緒にステージに立つ演出家兼ダンサーのダニエルさんによる指導が始まり、これが本番前最後の仕上げとなります。子どもたちはステージで2曲を披露する予定で、入場から演奏、曲の間の衣装替えなど初めて当日使う衣装を使って通しでリハーサルを行いました。これまで地元のイベントで演奏することはありましたが、500人もの観客が入るホールで出演するのはこれが初めて。ケーナの練習を始めた当初は音を出すことさえ難しかったといいますが、このメンバーで臨む最後の大舞台に向けて何度も一連の流れを確認していました。
よくできたところは衣装の準備とかを早くできたところで、難しかったところはハートとか作るところをです。すごくドキドキしています。東京という大舞台で演奏できることがとても嬉しいので、自分史上最高のパフォーマンスに仲間と先生と、まあ、しっかり発表したいと思います。演奏はもう仕上がってきていると思うので、あとは本番で楽しんでもらえるかがポイントだと思います。ケーナを知ってもらうのと、あとはあの那須塩原、塩原を知ってもらうことができるといいなと思ってます。楽しそうです ね、 ね、はい、次です。高校生たちによる体験型の企業紹介イベントがこのほど宇都宮市内で行われました。子どもから大人まで楽しめる職業体験イベントを行っています。よかったらどうぞ。ぜひ寄ってってください。このイベントは宇都宮中央高校の2年生たちが初めて企画運営したもので、生徒が主体となってテーマを決め、物事を追求していく総合的な探究の時間の授業の一環で行われました。総合的な探究の時間では、法律や芸術、情報などそれぞれが興味を持つ分野に分かれてグループを作り学んでいます。今回は経済活動の活性化について学ぶ経済ビジネス班の生徒3人が中心となってイベントを企画し、宇都宮市のオリオンスクエアで県内を中心とした10の企業を紹介する未来を育むスマイルワークプロジェクトを開催しました。とても楽しいです。コロナ禍で中学生の頃はそういうのが一切なかったので、新鮮な気持ちで挑めています。すごくいいイベントになると素晴らしいなと思いました。この学生なのにそこまで、ね、いろいろ考えて企画してやるというのにぜひ協力したいなと思って参加させていただきました。今高校2年生なんですけども、ちょうどコロナウイルスで職業体験ができなかった世代っていうのがあって、まあ、それと、まあ、オリオン通りがちょっとシャッター街化してきている、昼間の人が少なくなっているっていう状況があったので、まあ、オリオンスクエアでこのような職業体験イベントを行おうっていうことになりました。もともと授業の一環だったので、このイベント1回きりっていうふうに考えていたんですけども、まあ、生徒会の方々も協力していただけるということなので、まあ、来年からは生徒会の方で運営をしていただく形でこのイベントをどんどん続けていければなというふうに思います。アシギン LINE 公式アカウント、お得な情報を LINE でお届け、今すぐ友達登録。パスカルファミリーの可愛い LINE スタンプも販売中。アシカンが銀行。オレオレ詐欺、盗難などいろいろな災害で大切な財産心配ですよね。私たち北総慶にお任せください。お客様の財産を守ります。安心お届け銀行。よし行くぞオンステージ2024、3月17日日曜日、宇都宮市文化会館大ホールで開催。チケットはご覧のプレイガイドで発売中。詳しくは栃木テレビのホームページをご覧ください。見せます、とちブラ、とちぎブランドぶらり。今回は佐藤ひろ子さんがおもちゃの街の魅力を紹介します。本当に年齢関係なくワクワクしますよね。2年連続12回目の選抜甲子園出場を決めた作新学院、出場までの軌跡を総合特別番組として放送。ぜひご覧ください。この街に安心で快適な 2x4 の木の家をお届けします。トヨタの木の家でお会いしましょう。トヨタウッドユーホーム。全国のニュースをお伝えします。去年1年間に申請された生活保護の件数は前の年に比べ 7.6% 増え、25万5079件となり、4年連続で増加したことが厚生労働省の統計で分かりました。新型コロナウイルスの感染拡大で困窮した家計に物価の高騰が追い打ちをかけたとみられ、賃上げや株価上昇の効果が行き届いていない状況が浮き彫りになりました。
世界平和統一家庭連合旧統一教会への財産監視強化をめぐり、文部科学省の宗教法人審議会は去年12月に施行された献金被害者救済特別法に基づく指定宗教法人への指定を了承しました。諮問した森山文部科学大臣は指定に足る十分な証拠を確認したと説明しました。今週中にも教団側に通知します。自民党派閥の政治金パーティー裏金事件をめぐる衆議院政治倫理審査会での安倍派幹部の説明について、岸田総理大臣は参議院予算委員会で発言の食い違いについて実態把握に努めているが今現在確認できていないとしました。一方、参議院政治倫理審査会への出席要請は拒否しました。去年3月に当時4歳の次女に有害物質などを摂取させて殺害したとして東京台東区の夫婦が逮捕された事件で、警視庁はおよそ6年前に夫の姉にも有害物質を摂取させ殺害したとして殺人の疑いでこの夫婦を再逮捕しました。夫の姉は相続などをめぐってトラブルになっていたということです。天気予報をお伝えします。まずは今日の実況気温です。最低気温は昨日と同じくらいのところが多く、宇都宮は 1.2 度でした。最高気温は昨日と同じか低く、寒さが続きました。明日朝9時の予想天気図です。前線を伴った低気圧は日本の東へ離れるでしょう。代わって高気圧が日本海に中心を移し、日本付近を広く覆う見込みです。関東地方は高気圧の圏内となるものの、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがあるでしょう。県内の天気です。日中はおおむね晴れるでしょう。昼前まで濃い霧がかかり見通しが悪いところがありそうです。車の運転などご注意ください。夕方以降は全般に雲が多くなり、奥日光や今市など北部の山沿いを中心に雪の降るところがありそうです。この後の雨雲雪雲の予想です。日付が変わる頃にかけては寒気の雲がかかるくらいで、県内に雨雲や雪雲が流れ込むことはほとんどなさそうです。県内の予想気温です。最低気温は今朝と同じか低く、宇都宮は1度、大田原は氷点下1度でしょう。最高気温は宇都宮は9度、大田原は8度の予想です。日差しが届いても風が冷たく感じられるでしょう。花粉情報です。花粉は非常に多い、または多いでしょう。洗濯物は花粉をよく払ってから取り込むと良いでしょう。明日の行楽地の天気です。佐野プレミアムアウトレットなどでは日中は各地ともおおむね晴れる見込みです。気温は平年を下回るところが多く、昼間も寒いでしょう。しっかりと防寒をしてお出かけください。続いて注意報です。現在県内の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。見通しが悪くなっているところがあります。ご注意ください。また県の北部に雪崩注意報が発表されています。ご注意ください。週間予報です。あさって金曜日は昼頃まで広く雪が降るでしょう。土曜日は日差しが届き、日曜日もおおむね晴れてお出かけ日和となりそうです。月曜日も晴れ間がありますが、火曜日は天気が崩れるでしょう。最高気温は平年並みか低い見込みです。おしまいに天気のポイントです。日差しが届いても風が冷たい。天気予報をお伝えしました。あなたの魅力で宇都宮花火大会をより華やかに彩ってみませんか。宇都宮花火大会ではテレビやラジオ、イベントなどを通して花火大会を幅広い世代に PR する公式アンバサダーを募集しています。対象は栃木県にお住まいの方、年齢は問いません。新しいことに挑戦したい方、花火で地元をもっと盛り上げたい方など、興味のある方はぜひこの機会にご応募ください。詳しくは宇都宮花火大会のホームページをご覧ください。
ついに出会えた上質なお家、この住まいプレミアムグランディハウス。お母ちゃんはお父ちゃんの分も頑張ってると思う。妹を見てくれたり、僕がそばにいるって言ってくれたり、自分で俺はプチ父ちゃんやなって。ある日突然家族の形が変わっても子供たちの未来は守っていきたいから。お父ちゃん見ててね。足長育英会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。県議会中継、予算特別委員会、総括質疑の模様をご覧の日程でお送りします。ぜひご覧ください。相続の相談ってどこへしたらいいのかわからないな。そんな時、アシギンのサービスがお役に立てるかもしれません。相続のご相談はアシギンへ。県からのお知らせ、栃木カーラバンです。はじめに事業者の皆さんへご協力のお願いです。令和6年4月1日に改正栃木県障害者差別解消推進条例が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務になります。県では障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することを目指しています。栃木県障害者差別解消推進条例では、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申し出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどを通じて共生社会を実現しようとしています。条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。詳しくは県障害福祉課までお問い合わせください。続いては個別労働関係紛争の斡旋のお知らせです。県労働委員会では労使間トラブルを解決するためのお手伝いをしています。公平・中立な立場から紛争解決の糸口を探します。労使間トラブルでお悩みの労働者・事業主の方はぜひご相談ください。平日の午前8時半から午後5時15分まで受け付けています。相談は無料です。詳しくは県労働委員会事務局までお問い合わせください。おしまいにバナー広告募集のお知らせです。県では県ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。掲載期間は今年4月から来年3月までで、1ヶ月単位で掲載も可能です。県内・県外企業問わずお申し込みいただけます。掲載枠は先着10枠、1枠月額5万円です。ご希望の方は3月19日までにお申し込みください。詳しくは県ホームページをご覧いただくか、県広報課までお問い合わせください。詳しくは県のホームページを参考にしてください。栃木瓦版でした。ブレックスは今夜北海道でゲームを行いましてね、はい、今シーズン2回目の100点ゲームとなりましたね、うん、第3クォーターに大爆発、これで12連勝ということになりました。スリーポイントシュートが比江島選手7分の6、おニュービル選手6分の5、お止まりませんね。すごいですね。はい、すごい、本当に大勝でございましたね、はいはい。今日はですね、ウェザーニューズが桜の開花予想を発表いたしました。一番早いのが東京で3月の19日で、栃木県内はだいたい3月の21日から30日ぐらいの間に開花するのではないかという予想が出ております。私先々週ぐらいですかね、栃木テレビで水曜どうでしょうを見て、それ桜前線を追うという話題だったんですけども、
1998年の時には4月10日から15日ぐらいに開花する、しかも例年に比べて早いというふうに言っていたんです。だいぶ早くなってますね。そう、26年経ってこんなに早くなるなんて誰が思わんさ。ではまた明日。